やっぱり富士山っていいにゃ。富士山が見えるところに僕も住んでみたいにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日は富士山のふもとにトヨタが開発する実験都市が作られるっていうニュース。2月23日、富士山の日にウーブンシティのクワイレ式を行う予定です。 We are Woven。 役に立ちたいと思っております。トヨタの実験都市は豊田章男社長の長男大輔氏が担当し、富士山のふもとの静岡県内に作られ、来月着工されます。ウーブンシティでは自動運転などの最新技術の実証実験を行うため、発明家や高齢者、子育て世代など360人ほどが実際に生活することになっています。にゃんと、2月23日で富士山に合わせたにゃんってお茶目だにゃ。トヨタが作る新しい街はウーブンシティ。去年1月にアメリカ・ラスベガスで開催された CES でこの計画を発表したんだにゃ。ここではいろいろな商品の実証実験が行われる予定で、住宅や家電などありとあらゆるものがインターネットにつながり、トヨタが開発している電気自動車が走るんだにゃ。網の目のように道が織り込まれる街の姿から織物を意味するウーブンシティという名前がついたんだって。さらにトヨタは最初は織物を作る機械のメーカーだったってこともこの名前の由来になっているみたい。富士山のふもとの静岡県裾野市のトヨタの工場の跡地に作られる予定で、その広さは将来的に175エーカー、およそ 70.8 万平方メートルにまでなるんだって。この町では150メートル ×150 メートルの正方形の土地が一つの区画になるんだにゃ。そして特徴的なのが町を通る道。3つに分類されて、それらの道が網の目のようになる予定だにゃ。地上の3本の道のうち、1本は自動運転専用の道。2本目は歩行者とスピードが遅いスモールモビリティが混在する道。3本目は歩行者専用の道になるそう。地上の道は人が関わる移動に使われて、配達など物の移動は、にゃんと、地下に作る道で行われるんだにゃ。この町に住めるのは、高齢者、子育て世代、そして発明家。360人ぐらいを予定しているんだけど、今のところ、個人や法人を含めて3000人ほどが応募しているらしいにゃん。僕は無理かにゃ。ウーブンシティに住む準備は十分できてるんだけど、にゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。